今回は、完全な茶番劇です。普段の道路紹介ではございませんが、私のゆっくり動画には欠かせない、あるものが主役になっています。白い恋人か、マルセイのバターサンドなら、間違いないわよね。最近は、ジャガポックルとか、花畑牧場の生キャラメルなんかも、人気あるみたいですね。こんにちは。あら、ヨウムどうしたの？暇だったので、散歩がてら前を通ったら、なんか楽しそうな声が聞こえたので、寄ってみました。何のお話ですか？円安による燃料費の高騰と、最近変動が激しい、為替相場の話よ。何一つ、そんな話は聞こえてこなかったような。ですよねー。そういえば、ここへ来る途中で、マリサさんを見かけましたよ。ここに来ないなんて、珍しいですねー。アリスさんのところにでも行ったんですかね？それが、車で妖怪の山の方に、走っていきましたよ。あ、そういえば、車がそろそろ車検だとか、言ってたわね。幻想郷でも、車検があるんですか？ニトリがやっている整備工場へ、行ったんじゃないかしら？ニトリさんって、あのカッパのニトリさんですか？そうよ、最近妖怪の山に、ロープウェイを作ったみたいよ。幻想郷のカッパの技術力、恐るべし。まあ、あったく、妖怪の山は道が悪くて大変だぜ。そろそろマリサさんが来る時間ですね。おーい、ニトリー。あ、マリサさん、いらっしゃーい、お待ちしておりました。今回も、整備と車検の方よろしく頼むぜ。了解しました。そういえば以前話していた件は、どうなさいますか？以前話していた件って、車のパワーアップの件か？そうです。今回リアに8キロを搭載すれば、一気に250キロまで加速できて、計算上は500キロまで出すことができますよ。大炎上してしまうわ。普通の車で、滞りなく車検が通ればいいから。残念ですねー。でも魔女って本来は放棄に乗ってるんじゃないですか？そうなんだよ。そこで今回ニトリにお願いがあるんだ。なんでしょうか？実は、カクカクしかじかで。あ、それ面白いですね。だろ、それじゃその形で、お願いするぜ。それでは、お車の方をお預かりします。よろしく頼んだぜー。了解でーす。さて、マリサさんの愛車はどうなるんでしょうか？仕上がりが楽しみですねー。数日後。マリサの車が、車検から帰ってきたって言ってたわよ。クロスケチューブでは、マリサさんの車が重要ですからね。マリサさんじゃなくて、車が重要なんですか？マリサが聞いたら、怒るわよ。ははは。おーい。あ、噂をすれば、マリサさんだ。車検も、無事終わったぜー。あら、ニトリも一緒なのね。乗せてきてもらいましたー。ほうきくん。おお、すぐわかったな。そりゃ、わかりますよ、書いてありますから。ニトリさん、これは一体どうしたんですか？マリサさんが、魔女らしくほうきに乗りたいっていうことで、この車をほうき号という名前にして、普段から移動はほうきに乗ってると言ってみたかったようです。マリサらしいわね。これで、嘘偽りなく、私は普段からほうきに乗ってるんだぜって、胸張って言えるんだぜ。それでは、これからは私たちも、ほうきに乗って、あちこち行けることになりますね。まあ、そういうこったな。面白そうだにゃん。これから、また楽しくなりそうね。皆さんに喜んでいただけて、私も嬉しいです。それじゃ、私はちょっとドライブでもしてくるぜ。気をつけてねー。次回も見てくれよなー。それにしても、最近出演するキャラが増えましたね。私は、めったに出ませんから。私も、前説程度だにゃん。これ以上キャラが増えたら、ウプ主も限界だと思うしね。すでに、限界です。ということで、今回は茶番劇を作ってみました。
道路ネタが切れてきたんですかね。うつ主が夏バテ気味らしいですよ。50過ぎのおっさんだにょんね。ということで、今回はこの辺でお開きにしたいと思います。それでは皆様バイバイ。ご視聴ありがとうございました。茶番劇って作るの難しいですね。